ローマのアルジェンターリの門の内側、カラカラのレリーフが見える。カラカラの左には、カラカラの弟で、共同皇帝のゲタのレリーフがあった。カラカラが、ゲタに、ダムナティオメモリアエを課したため、左側のレリーフは削り取られている。ダムナティオメモリアエとは、古代ローマで反逆者とされた人物に対して行われた、その人物の記録の破壊処置のこと。元老院は、その支配体制へ反逆した人物に対して、記録の破壊を行い、その対象は古代ローマ人全般に及び、少なくとも2名の皇帝が、ダムナティオメモリアエを受けた。日本語訳は、記憶の破壊、名声の破壊など。ダムナティオメモリアエの用語は古代ローマでは使用されず、1689年に、ドイツで書かれた学位論文で、初めて使用された。現代では、公式、または非公式な個人的記録の破壊を指す用語として使用されている。ダムナティオメモリアエを受けた人物は、その一切の存在がなかったとして、自らが残したあらゆる痕跡を抹消された。社会的な体面や名誉を重んじた古代ローマ人にとって、ダムナティオメモリアエは最も厳しい措置とみなされた。セイアヌスの名前が削除された、高架左にある高架には、もともとは、ティベリウス帝時代にプラエフェクトゥスプライトリオを務めたルキウス・アエリウス・セイアヌスの名前が刻まれていたが、ティベリウスへの謀反が発覚し、セイアヌスが処刑された後に、高架からセイアヌスの名前が削られた。古代ローマでダムナティオメモリアエは、元老院議員や皇帝を死後に批判する根拠であった。ただし、元老院がダムナティオメモリアエを課した場合でも、後の時代の皇帝によって、名前や彫像が再び制作されることもあった。カリグラの死後、カリグラに対して元老院はダムナティオメモリアエを下そうとしたが、後継皇帝のクラウディウスはカリグラに対するダムナティオメモリアエを防いだ。68年に自殺したネロは元老院によってダムナティオメモリアエを課されたが、69年に皇帝となったアウルス・ウィテッリウスはネロの立派な葬儀を行った。ネロを含む幾人かの皇帝の像は死後に破壊されたが、後に作り直された。公式にダムナティオメモリアエを受けたことが分かっているのは、ドミティアヌスとプブリウス・セプティミウス・ゲタの2人である。ダムナティオメモリアエと同様な制度は、古代ローマ以外でも行われている。古代エジプトではアメンホテプ4世の像の顔の部分が後継者らによって削り取られ、トトメス3世は、ハトシェプストの名前や肖像を軒並み削り取った。また、ラムセス3世を暗殺した日、ティとその息子ペンタウアーは、後半記録以外のあらゆるものからその名前が抹消された。近現代でも失脚した政治家の肖像や彫像が破壊される例は、枚挙に暇がないが、公式の写真から当人の姿のみがそれとわからないように抹消された例としては、ソビエト連邦で、スターリンと対立したレフトロツキー、スターリン時代に内務人民委員部長官を務めたニコライ・エジョフ、中国共産党副主席であった、林彪のケースなどがある。ありがとうございます。